私チェリー大作戦というコンビで活動しております、鎌田キテレツと申します。よろしくお願いします。今回はですね、漫才劇場のこの YouTube チャンネルで、おうちご飯を紹介するということでですね、今回は僕が料理を作って食べたいと思います。作る料理はですね、私この自粛期間中にその韓国語をちょっと勉強しだしまして、アニョン、チョヌンイルボンサランイムニダナクチポッコンっていうですね、これを作っていきたいと思います。タコを入れていきます。あちあちちちち、おー、すごい飛び跳ねてる、水が、水気取ってないからや、多分。あっちちちちち、はい、今タコとネギを炒めていい感じになってきてます。ここにこのコチュジャンを入れていきます。なんか匂いも辛くて辛い感じの、なんかそれっぽい感じになりました。ちょっとじゃあ試食したいと思います。硬いかも。辛っ。どういう意味？ちょっと待って。いただきます。でも美味しそうでしょ、見た目は。美味しそう。はい。あ、ありがとうございます。あら。コチュジャンで炒めるっていうのは。あら。何？これ。何入れた？ちょっと失敗なのでちょっと作り直します。はい、ということで味見をしたところですね、ちょっとあんまり美味しくなくて、醤油とお酒と、あと何入れた、ごま油、あとはニンニクを入れました。そして完成したのがこちらでございます。はい、ナクチポックン完全なる。では食べてみたいと思います。いやー、なんか思ってた感じになってる、色味とかも。いただきます。うまい、うまっ。あ、全然違う。タキヤさんすごいな。タキヤさん、ちょっと作り直したナクチポッコン食べてください。タキヤさん、すごいですよ。醤油ちゃんとレシピ見たら、
醤油も書いてました、やっぱり。いや、そりゃそうやろ。醤油と、いただきます。はい、ニンニクも入れました。あ、もう匂いちゃうもん。ほら、うまっ。ほらやった。料理作るときはやっぱレシピ見ることやな。よかったら皆さんもなくちぽっくん作ってみてください。なくちぽっくんって初めて聞いた。ありがとうございました